長先生が来ましたね。校長先生、あ、違う、これ校長じゃないか。校長先生かな。朝9時前から作業が始まってるんですが、ちょっと一回朝来て写真撮影して、この場所一回私が離れて今から撮影し中継始めてます。校長先生、男性の方でした。校長先生に学んできたのかっていうことと、いろんな学校回ってるってことと、この土がリサイクルさされるっていうことを話しましたら、それは知らなかったって言ってましたね。それでよくわからないので校長としてコメントはできない、お話はお聞きしますがっていうふうに言ってました。どこの学校の校長もきちんと説明されてない様子です。そして用務員さんにお話を聞きましたら、これは安全な土なんだっていうふうに言っていました。で、そうですね、放射能線路、高いものは下町浄化センターに移動されたんだっていうふうに言ってましたね。先ほど朝9時前から始まってたと思うんですけども、その作業は一つは学校敷地内にある花壇の、裏、花壇のすぐそばの一角のところにこの速攻性ソードが置いてあって、それを全部掘り起こした、取り除いたっていうことを一つやりました。おそらくこれが2カ所目なんじゃないかと。何カ所かこの学校ありまして、速攻性ソード置き場がちょっと途中場所離れてたので、この場離れてたんでわからないんですが、おそらくここが2カ所目なんじゃないかと思われますが、今ですね、業者さんに聞きましたら、やっぱり今日これ本日2箇所目だそうです。ちょっと反対側から撮ります。校庭のね、もうすぐね横なんですよ。休み時間みたいな。
ちょっと今作業してないので音消します。今ちょっと休んでるようなので一回切ります。